ヌママムシは、鎖ヘビかアメリカマムシ属に分類されるヘビ。特定動物。アメリカ合衆国東部から南部固有種最大全長190センチメートル。体型は太い。体色は主に褐色だが変異が大きく、不鮮明な暗色の横帯や反紋が入る。妖体の反紋は明瞭だが、成長に伴い不鮮明になる。頭部は大型。 口の中は白く、英明の由来になっている。毒は、強い出血毒で、最悪の場合は死に至るが、最近では、医療技術が進化しているため、致命率は低い。河川や、沼、湿地等の水辺に生息する。泳ぎはうまく、よく水中に入る。危険を感じると口を大きく開けて威嚇する。それでも相手がひるまない場合は噛みつく。食性は、 動物食で魚類、両生類、爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類、動物の死骸等を食べる。比較的おとなしい種類が多いマムシの中では、本種は気が荒く攻撃的なので嫌われている。繁殖形態は卵体制で1回に1から16匹の幼、蛇を出産する。毒蛇であることから人間に駆除されることもある。 また本種のみならず他の蛇も5人により駆除されることもある。ありがとうございます。